ワニ氏は、ワニを、死の名とする氏族。5世紀から6世紀にかけて、奈良盆地東北部に勢力を持った古代日本の中央皇族である。ワニは、ワニ、ワニ、丸とも書く。羊については2世紀頃、日本海側から機内に進出した日の巫女信仰、または、太陽信仰を持つ朝鮮系ダンヤ集団とする説や、挙老。 公開術に優れた海人族であったとする説がある。また、羊伝承に関し、ワニ氏族は、交渉天皇の御子、天根足彦国推し人名から出たと称しているが、この天、足彦国推し人名という名は、実体がほとんどないものであり、ワニ氏族の実際の上曽は天、足彦国推し人名の子とされる、ワニ彦推し人名であったと考えられる。士族名の、ワージとは、 ワニのトーテムを意味すると考えられ、竜舎、ワニ信仰を持っていた、海人族のアズミノレンと行動形態、信仰、修族が類似することから、本来は、アズミノレンと同族の地義系氏族で、その祖神は、面積豊玉彦命であったと見る説がある。トーテミズムによる説明に疑問を呈し、落老軍の土着漢人豪族の王子に由来するという説もある。ワニ氏は、 奈良盆地東北部一帯に広く、勢力を持った。その本拠地は大和国添上軍ワニと天下軍で、五冠中平年間の記念名を持つ鉄道を出土した、東大寺山古墳を含む一の元古墳軍はこの、一族の墓所と推定されている。年代や規模の観点から、最初期の東大寺山古墳が被告に武器命の、赤土山古墳が、大口治命の墓と推定されるが、 ワニシタ神社古墳は規模から見て、竹渋ぶり熊命の墓とは考えがたいと指摘されている。ワニシは、大和朝廷の外政に参軍し軍事的な業績を挙げたと、張リ国風同期や新戦政史録から推定されている。危機記述のうちで、史実性の高い天皇に、桂木の氏が皇妃を出した頃ワニシ一族が、公安天皇、開花天皇に皇妃二人を入れ、 桂ツの氏の没落後に、多くの天皇に十一人の皇妃を出し、勢力を広げた。経図によれば、人徳朝頃に米餅つき大臣命の,の四子が、大きく和に、王や、古、フル、カの地に分かれて、各地に氏族を分岐した。原始的聖氏は、和に席で、当初は、和ジ部であり、李中朝から、陰行朝のカバネ政定にあたって、 米餅き大臣命の光栄の本州四系統が先に和ニ神になったと見る説がある。六世紀頃に、春日市、小野市、淡田市、柿の元の市、大谷市、市石など別姓を名乗る頃から和二春日市が和ニ氏の中心となり、その頃に和二春日市から春日市に改正すると見る説がある。春日市となって、後に蘇我氏が勢力を伸ばすと、 春日氏は急速に政治勢力として衰退し、表面から消え、他の分岐したおの氏、柿の元の氏、淡田氏、大谷氏などが各方面で活躍する。淡田氏から乙善氏が分子した。ありがとうございます。